それはごめん。そう。多分違うわ。違う。それ決めて。違う。これはやつ。本当にごめん。それは。普通にさ曲間違えない。気をつけろよ。もう一回行くよ。ごめん。行くよ。行くぜ。それじゃない。これだけは違うのよ。高校時代に150回ぐらい聞いたやつじゃなくて、それじゃない。なんかさ、もっとさ、わがままなリフ聞きたくない？わがまま。もっとわがままなリフ俺らは聞きたくない。わがままめなやつ。オッケー。いいから始まるかな。え、いける？それぞれ決めないと曲しらけちゃうからさ。本当にマジで押してるからね。ちょっと本当に。もっとわがままにやろう。俺らのさわがまま貫こうぜ。ごめん。え、これかなってやつある？いや、ちょっと思いついちゃった。わがままなれそう。わがままなれそう。大丈夫。行くれ。Why?
まんまここらんでこれ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 一番求めてる。いやー、というわけで今日はスペシャルゲストが来ております。イエーイ。野田梨沙です。どうぞ。こけないで、こけないで。いい子がこけなかったから。アルハさんだね。ね、野田だよ。だった知ってる、ね、タグみたい。知ってるこれ。これ野田知らない。実は僕らもめちゃくちゃ久しぶりなんですけど。誰手の差しをぶりに行きましょう。あ、昨日いたけどね。そうですね、まあ、野田梨沙という人はですね解説オパスにもなんかめちゃくちゃ素晴らしいなんかボーカリストがめちゃくちゃいっぱいいるんだけど、俺は曲は野田梨沙が一番だなっていう風に1年生の頃から思ってて、いやもう天才なのに、イカれちゃってっから本当にイカれすぎてて、ちょっと一回オパスを離れることになったんですけど、戻ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。マジで持ってくれてね、こんな2日目の取り前にできて本当に嬉しい。いやね、本当にオパスに戻ってこれて、しかも天演に出れるなんて思っておりませんでした。マジで本当にありがとうございます。ありがとうございます。最後ね、ぶっかまして野田梨沙の引退を見送ろうと思います。野田梨沙引退です。なので皆さん、打ち上がっていきますか。盛り上げていきましょう。いきましょう。Thank you.
てはて。はてはて。庭園っぽくなってきたね。庭園っぽくなってきた。なってきたよ。なんかね、そう、私について考え出すと、語ることが多すぎてね。それは多分ね、みんなも一緒だと思うんですけど。そう、私にね、入ったのもね、今からやる曲の2曲のことなんですけど、前、お尻の方もいらっしゃらないと思いますが、外番をしておりまして、で、その時のね、そう、なんか最初はね、バンドサークルに入ると思ってなかったの、思ってなかったんだけど、そのね、先輩たちとかがおいでっつって、いや、ここはそう、音楽が好きな人が、本当に好きな人が来る場所だよってみたいなことをね、代々教えられてここまで来ました。そうですね。そう、ね、今日の SE がかかったバンドもとてもお世話になりまして、そう、そうなんですよ。オパスの先輩のバンドなんだよね。そう、オパスの先輩のバンドマンです。何かな、うん、そう、うん、何を喋ろうか。喋ることってないよな、普通にな。ないね。喋ることないんじゃないもんな。そうなんですよね。一体について。感謝してること、感謝。今決めるそれ。今じゃない。次にしよう。じゃあ、ぶちかますか。とりあえず、音鳴らそう。曲やって終わろうか。Yeah.
3冠になると思う。3冠に なるって決まる前に1回組んでて、組んでたらなんか3冠に昇格バージョンアップしたわ。いや3冠になると思ってなかったよね俺らもね。俺が部長とかありえないもん。端っこで見てたいよ俺も。はい。そうなんですよ。で、まあ、この3人には本当に頭が上がらないが過ぎるんですよね。本当に本当なんかもう1年の頃から、ね、2年3年3年はねこうやってそう1年ほぼ1年ぐらいかな、なんかえっていなくなって、で私もそうまたさあ音楽やらないかなとか思ってたんだけど、そうずっとね LINE をねくれてて、そうまさかねこんなさあなんだろう、あんなにねなんか声をかけてくれる人がいると思ってなかったから。でも既読無視されてるな俺が。LINE 送るか結構LINE は送ってた、既読無視されてるからどうしようって既読無視されてるんですけども、そうねえねえ、そう既読だっけ、未読じゃなかった、未読無視そうそう、うん、その LINE を来ても延々毎日考えてました。どうしようか、誰から未読無視されてるから俺 LINE 送れねえわって副所に言って話してたんです。酔った勢いでちょっと野田井さん誘ってみよう。そこは酔ったらいけないんだけどね。ちゃおうっつって行っちゃったんだけど、そう未読にされまして、それもね結構長かったんですけど、あの昨日のねあの立部と出させてもらったんですけどね、そうね立部みたいにそうあの曲がきっかけで、そうあの曲がきっかけで、そうケンジから号泣電話が来て、ケンジから号泣電話が来て、そうなの、それでもう戻ってくるかっつってね、本当にね、そう本当に、本当にもうそうもう頭が上がらなくて、もう本当に感謝です、本当にありがとうございます、この。ありがとうございます。今の野田井さんのオリなんだけど、めちゃくちゃいいっすよね、やっぱ。ね。いいね、そう次もね、野田のオリ。そう、次も野田のオリで。マジで、なんでわがままディックやっちゃったから。後悔してきたら。言ってる場合じゃないんだよ。それは本当に申し訳ない。それでいいんだ。そう変わらないね。みんながいてくれたから戻ってこれたし、店員にも出させていただきました。本
当にありがとうございます。では最後の曲で終わりにしましょう。この曲も無事成仏させて終わりにしましょうね。では眠れない眠れない夜があってもそれを超えてね、行ける仲間がいる場所に戻ってきましょう。ありがとうございました。Thank you.
ギャン泣きしたが。